ピッピー。くそ。ああ、あんずちゃん、こんなところで寝てたら風邪ひいちゃうよ。大丈夫だよ、あんず補欠だし、風邪ひいたら休めばいいし。団長ちゃんたちまだ帰ってこないよ。まあ大丈夫じゃない、ほら団長たち強いし。ほんと？アンズちゃん。絶対大丈夫だよ。おーい！え、ちょっとどうなってんのこれ。みんなヘッドヘッド！アンズちゃん、タオルを持ってきて！キラリはお水持ってくるから！あ、うん、そうだね。アンズも手伝ってあげるよ。くそ。団長たち、疲れ切ってて動かないんだけど、何があったの？ああ。罠？え、何？ゲリラ戦？あの緑の、そんなことするようになったの？ああ。みんな、寝ちゃった。キラリが、お部屋まで運んであげる。よいしょ。団長ちゃん、おっつおっつ。ちょっと働きすぎだよ。たまにはアンズみたいにダラダラした方がいいよ。びにゃあ！団長たち寝たままだし、仕方ないな。アンズたちも手伝うよ。あ、アンズ、補欠最後の砦なんだけどな。でも仕方ないよね、補欠だし。悪いことする子たちはこっつんこしちゃうよ。それはやめとこ。相手が何人いるかわかんないし、籠城は危ないよ。
アンズ前やってたゲームで籠城してたら、拠点に火つけられて全滅しちゃったんだよね。だからさ、あれ、団長が、団長はそのまま寝てるといいよ。たまにはダラダラしてさ。あ、そうだ、疲れてたら何か食べないと頭働かないよね。だからアンズの飴一個あげる。ここは補欠兼最後の切り札のアンズたちに任せなよ。おい、いた、威嚇射撃開始だ。ビニャーバーン。ビニャー、ささゲームの中ではアンズは隠れて戦うのが得意だったのだよ。どや、さすがアンズちゃん。それでこれからどうするの？まずは団長たちが回復するまで時間稼ぎかな。了解、みんなのためにキラリンも頑張るね。もっとアンズを甘やかそう。それ、ひにゃ。それ、ひにゃ。とりゃさ、アンズを褒めろ。これで明日はお休みだ。とりあえずこの辺は大丈夫かな。疲れた。アンズちゃん、ありがとね。え？団長ちゃんたちを見てキラリがしょんぼりしてたから頑張ってくれてるんだよね。まあそうだね。キラリの心配事は放っておきたくないし、それに団長たちにもお世話になってるからね。まったく世話のかかる。アンズちゃん、ありがとう。いいよ。ところで団長たちまだかな。アンズそろそろ戦略的休憩を希望したい。びんにゃー。アンズちゃん、ファイトだよ。あと少しだね。はぁ、やれやれ。この騒ぎが収まったら半年ぐらい休みもらっていいよね。ピニャ、もっとアンズを甘やかそう。バーン、ピニャ、ピニャ、それピニャニャ。ゆるく行こうよ。とりゃさ、アンズを止めろ。アンズちゃん、危ない。ちょっとだけ働くか。キラリ、任せたよ。にゃにゃにゃ。さあ、アンズを褒めろ。
これで明日はお休みだ。はぁ、なんか落ち着いてきたみたい。あんずちゃん、あっつあっつ。キラリもお疲れ、助かったよ。って、ん？なんか聞こえてこない？ん？何かな？見に行ってみる？ビニャ、ニャー。なんか食べてる。もしかしてお腹ペコリンなのかな。へぇ、ひにゃー、震えてる。なんだかかわいそうだね。うん、じゃあさ、ハンズの飴一個食べる？ピニャッピ、ピニャッピ。あの緑のすごく凶暴って聞いたけど、なんか傭兵さんたちの話と違わない？うん、本当はそんなに悪い子じゃないのかも。お話聞いてあげたりできないかな。どうかな。でもこの騒ぎが収まれば仕事も終わるんだよな。ひにゃー、ひにゃー。このピーピーにゃー。くそ、キラリ？おう。ピニャ、ニャー。このだからもうやめてー。なあ、なんだ。キラリ
のお話聞いてくれないよ。でもキラリの声が響けばみんな一瞬静かになるから、それになんだか、そうだ、キラリ、あのね、ゴニョゴニョ。え？アンジュちゃん、それ本当にやるの？うん、一か八かかけてみるのもいいんじゃない？私たちアンキラ歌います。本当に歌うの？それよりアンズ、アンキも食べたい。なさん通り、あのキラリの呼びかけで悲しくなる人がいるなら、私たちで作った歌が聴かないわけはない。正反対の私たちがなんだかんだうまくいってるんだからね。キラリも手応えがあるみたいだし、ならば10年に一度のアンズの本気、この場でとくと見せてくれよ。いんにゃ、お前子たちも何か事情があると思うんだ。これ以上お互いが疲れる前に一回話し合ってみたらいいんじゃないかな。ああ、そうだな。おい、アンズちゃん、どうなってんのこれ。